皆さん、こんにちは。健康の時間です。伝統の文化と技術は、長い歴史持てる、あるいは広く深くですけど、でも、欠点は明確ではない。あるいは本当の効果はすぐも見えない。だから、結構疑問、あるいは不信感持ってる人は結構います。だからここで、雇用の技術の具体的な効果は話して、そうすると皆さんはもっとわかりやすいでしょう。前の話の気候麻酔の、アメリカの成功したの後、実際は雇用の技術はそこからいろいろの世界大会、例えばニューヨークのロサンゼルスの、あるいはヨーロッパ、ローマの、みんな最後は誘って大会の全員に外記する。それは実際非常にいいの結果、結構 80-90% の皆さんの全員はよく強く感じて、ある人は例えば十何年間の病気苦しいの、その瞬間で一発でもう治った。状況はそれぞれ。それ以外に実際は集団回帰の同様の結果は、2007年の東京の健康気候の世界大会は、代々木公園のステージの上に、実際もう一回は、そういう研究、実験のデータは取れました。来場の実際みんな臨時で公園に来たの人、少し座ってみて、こっちの演舞。そうすると、そういう人たちは、だいたい多分60、70人ぐらいの人数。そうすると、外気の前と外気の後、歯の電流の流れの強さより、麻酔のレベルの判断。結果的に 70% の人は、麻酔の状態に気候を受けてから麻酔の状態になった。13年、あるいは10年かな。そうすると、先週の東京オリンピックセンターでの世界大会で、会場臨時の人、自分の、希望参加、同じ60、70人の人、歯医者さんは、直接測って。でも結果的に同じ 70% の麻酔の状態になった。2018年のボストンの第3回の国際統合代替医療の大会の上に、もともとは予定は1000人の素養の団体の治療で、でも人集まなかった。臨時で素養のテーマは変わっちゃった。同様のテーマ、前の気候麻酔の講演はしました。講演終わったら私に、その専門家たちは各国の代表、アメリカもいるし、フランス、ドイツの人もいるし、みんな大体60、70歳多いですよ。有名の専門家たち。その時に質問。こういうのところは医学的の疑問のようなの質問ではなく、まるでどういうふうに、自分は身につけるようなの質問、ほとんどです。まず第一質問は、
シン先生、あなたの気候マシンの雇用技術は、雇用の機構はアメリカで教えますか？次の質問は、雇用の技術は法律的にの守るの申請、あるいは表彰登録はしましたか？まるで、普通は届けないの素晴らしいのもの。できるだけ早く手に入る、身につける。そういうようなの会になっちゃった。それで、実際は、雇用の技術はただ気候麻酔だけじゃなくて、例えば、あるの難病、筋肉萎縮症とか、あるいは実際動物、例えばその時の院長の治療の患者の院長の家の犬、散歩の時に自転車で転んじゃって、針金は目に入って可能になっちゃったんですよ。動物病院の先生は必ず手術で眼球取って、偽の眼球はしないとダメです。でも2回ぐらい回帰で、あと7回、8回ぐらいかな、遠隔で、完全に治りました。普通話、人間は暗示の効果かもしれない。動物は全くないでしょう。あるいは赤ちゃん、高熱で。そういうところも1回ですぐ。それ以外に、実際は、骨の骨折とか、いろいろなことも、何人の川口の時に一人の年配の女性、60何歳。車でぶつかって、10メーターぐらい飛ばして、足は骨折。でも実際入院なくて、だいたい毎日治療してしばらく、完全に回復しました。普通の入院治療より半分ぐらいの時間でもう治った。元前の時に世田谷の時、一人も同じ年配の女性は交通事故で足は骨折して、普通は入院かなり時間で、最後1ヶ月は早くで治った。そういうの例は実際いろいろありました。だから私たち身につけたら実際こういうこと誰でもできるでしょう。今の話は実際はこの30年近くの中にただ普通の日常生活です。なぜ東洋のようなものはあまりはっきりでわからないです。でも実際は問題あったら結構満足で解決できるでしょう。